北緯35度15分35.9秒、統計138度48分38.2秒、富士サファリパーク内を走るジャングルバスに乗れば、近距離にて動物たちを見ることができる。富士サファリパークは、静岡県裾野市、スヤマーザ富士原2255-27にある、サファリパーク形式の動物園、小泉グループの 小泉アフリカライオンサファリ株式会社が運営する日本最大級のサファリである屋外に設定されたコースをマイカー、専用バス、GPS 搭載のサファリナビゲーションカーなどで走行することで間近に動物を観察することができる同種のものに群馬サファリパーク等があるがそれらを大きく超える広さを有し園内に生息する動物の数も多い車で回る以外にも サファリゾーンの外周を歩きながら自然散策や動物観察ができるウォーキングサファリや実際に触れる触れ合い広場、猫や犬の館などがある。またテレビ CM 等により全国的な知名度がある。園内ではライオンの子供との写真撮影やアメリカンミニチュアホースのパレード、トナカイのソリなど様々なイベントが行われている。専用バスについては時間指定のチケット方式を 取り入れているため、午前中に完売することがある。ライオン2017年8月現在、ライオンを約102頭飼育している。チーター健康維持のため、全力疾走の章がある。表2012年6月9日に、普通のヒョウ柄の両親の間に2頭の黒ヒが生まれた。しばしば見られる黒編集である。 生まれた時の体長は17センチメートル、体重は450グラム。母親が木の上で出産したところ、子一頭が木の上から落下する。その後、母親は面倒を見る様子がないため人工保育を行った。数ヶ月後、人工保育の個体も親子に戻っている。2012年10月14日に日本国内5例目のアジアゾウの出産に成功した。 出産予定より1ヶ月早く、体高75センチメートルで生まれる。メスの小僧は、ガームと名付けられた。ラオス語で、綺麗という意味である。出産後に、母、ゾウ、テムが落ち着かないため、一旦人工哺乳を行うが、すぐに、母親の下で母乳で育つ。富士サファリパークが全国区で有名な理由の一つに、テレビ CM で流れる、その独特の CM ソングが挙げられる。 CM ソングを歌っているのは和田明子か松崎茂かという問い合わせが当時多く寄せられたが歌っているのは歌手の串田明である。この CM は現在は主に静岡県、首都圏、中京広域県の各テレビ局のほか、アニマルプラネットでも放送されている。2005年発売の櫛田のアルバム櫛田明ベストフィールソナイスのボーナストラックに この CM ソングが収録された。2006年には、串田が主題歌を担当した特撮ドラマ、ライオンマルジーにおいて同曲が劇中で流され、話題を呼んだ。なお、歌詞の前半では、ライオンとゾウについて、後半ではクマについて歌われている。フルコーラスは、約30秒で、通信カラオケでも配信されている。当初の建設計画は、予定地が、藤山山六月。 国立公園の地域内であるため、静岡県が国立公園の区域を避けさせて再計画された。1978年2月には、日本社会党の島本虎蔵衆議院議員が委員会で正したが、静岡県は当時の県議である筑波大学の山本宗輝教授が環境影響予測調査を行い、問題がないことが示されているとし、そして、 建設予定地のそばにある、ただしちゃん牧場を例に出し、計画されてる、富士自然動物公園の2倍の環境負荷を持っているが、地下水汚染が発生していないことを答弁している。また、開発区域の付近住民らは、裾野市に対し、開発行為許可の取り消し訴訟を起こしたが、静岡地方裁判所は住民らの請求権は認めず、棄却した。ありがとうございます。